服部智和とは、埼玉西部ライオンズの広報部員で、元、鹿児島読売テレビに入社すると、2013年3月に NNS アナウンス大賞の新人賞を受賞。放送対象地域内にある、種ヶ島宇宙センターから、NNN の全国ニュース向けに、ロケットの打ち上げ中継リポートを任されることもあった。イプシロンロケットについては、 2013年8月27日と同年9月14日でリポートを担当している。2015年1月30日にはスッキリで全国ネット向けの情報番組に初めて出演している。2014年10月からカゴピタでメイン MC を務めていたが2016年6月24日付で雇用手を退社。退社後は千葉井の帰京を経て エクスピアリなどの企業で広報活動に従事していた。野球が好きなことに加えて企業広報の仕事を突き詰めたいとの思いがこうじて2019年10月に経験者採用扱いで埼玉西部ライオンズへ入社。入社後はイベント情報、公式グッズの販売情報、球団の事業戦略などをメディアなどに発信する事業広報を担当している。特には テニス、ディズニーランドを地図なしで歩けること、子供と仲良くなること。名が二人いる。また、食べ歩きやカラオケが趣味で、雇用手のアナウンサー時代にはアイドル好きであることを公言。アナウンサーとしての目標に、かつて日本テレビへ勤務していた、羽鳥り一の名を挙げていた。ありがとうございます。